というわけでね、本日もですね、皆様おこんばんはでございます。ライブがただ始まりまして、ただいま38秒ですね。さっさと動画の方を回し腐りまして、この後ダラダラとやりたいと思っております。そんなパテモソ協会、本日はちょっとシャリオツ風な感じの食べ物になっております。こんな感じ、はい、ガーリックトーストしょうがない、ニンニクこするのめんどくさかったんで、チーズのっけて焼いたバゲットにマヨネーズとマスタードと黒胡椒、塩胡椒かけたやつ。ほんでこれチーズの磯辺揚げ、こいつだけちょっと仲間外れかな。で卵焼き、目玉焼き2つに、北海道の業者ニンニクの入っている、おちんちんです、はい、というわけで本日もお酒いただきたい、濃いめのレモンサワーでね、いきたいと思います。ありがとうございます。ほんと今日は非常にすこぶるご機嫌満開のね、パテモソ協会ですけども、はい、やることはいつもと変わりません。ただライブをして酒を飲んで、そしてその後ネットフリックスを見てさっさと寝るという、明日から仕事です、はい。というわけで皆様ありがとうございます。スーパーチャーありがとうございます。というわけで乾杯、ありがとう。マーケットからいただきますか。うん、えい、これうまいよね。卵にあんま半熟じゃないけどこじくるやつ、うん、やっとおでんが終わりました。うん、おでんが終わったよ。カレーの準備はしております。いただきます。うん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 、うめっ。この餃子ニンニクのうまいね。意外に和だよ、口の中にプンと広がる餃子ニンニクの香り。ニンニクというかニラに近いよね、味がね。うん、餃子ニンニクでニラでもないよな。でちょっと相性がちょっとスーパーで磯辺揚げ見ちゃったらもう食べたくてしゃあないので、うん、お疲れ様です。おでんが終わるとね、ちょっとぽっかり気持ちが空いちゃったような気持ちも気もなりますけども、まだ名残、おでんの名残、カレー、まあおそらくあの量だと 3,4 人前ぐらいできちゃってるんですけどね。うん、もう明日もカレーかも炊きたて飯やけどしゃあないな。俺炊きたて飯のほんまカレーはしたくないんやけど、明日はカレーだね。うん、やっぱカレーにするしかないわ。うん、2回はカレー続くな。ちぎられへんがな。まあでもいいんですよ、めちゃくちゃうまそうにできたから。昨晩トマト入れましたんでおでんに、あれがめちゃくちゃいい仕事してますね。うん、1週間カレー生活無理やわ。うん、で本日ね、まあちょっと、ああじゃあ動画では見せないでよっか。ちょっとご機嫌な理由がね、ソフビをね、改造ソフビ作ってたんですけど、見事な出来栄えで完成いたしました。はい、初めてねエアブラシなるものをね、私今日使ったんですよ。いや、戸惑いつつ、そして苦戦しつつ、結構ねこんな感じやなって私は初めて知ってね、使ったんですけど、こんな感じのね7000円ぐらいのやつ、これ充電式なんですよ。でここにこう
こうね、エアブラシのこれを刺してね、でシューってやって拭くの。便利ですよね、こういうのね。多分俺今日だけどエアブラシね、結構やってみて面白かったから、ちゃんと本格的なの買おうかもしれん、いずれ。金がねえから無理だけど、ちょっととりあえずいつかね、来世になっちゃうかもしれんけど、エアブラシやりたいと思ってさ。いいか、ちょっと見せるか、俺の今日の評価ってか成果。もうだって作ったもんをさ、見せたいもんね。こんなですよ、サイズ。まあ、皆さんにじっくり見せますから、ライブの人に。ちょっとだけここに置いといていい？もう今日はね、俺ね、ほんともうそれを見ながらの見てんだよ。ソフビバカな。あ、でもね、今日ね、買ったソフビも届いたんですよ、実はね。あの、私スパチャ側にアマゾンギフト券もらったやつをね、足しにしてね、定価ぐらいの金額で買ったソフビ、そういうの来たから。これの方が見せたいな、そっちの方も見せなあかんやな、僕たちな。うわもう、鳥山先生の万年筆 G ペン落ちたかな。来ましたよ、舞台がファーストカラー。舞台、もうこれちょっとこっちの方で引きでね置いとこ。俺が今日作ったやつ、これ私作ったんです今日。改造ソフビで、ほんとね、ソフビ沼ハマってますけど、でもご機嫌ですよ。こちらのこのソフビ、アートジャンキーのブタイガーって言いましてね、マスクが取れるんですけど、中にね、あの蜂蜜二郎の顔が入ってるんですよ。もうこれぞ蜂蜜二郎ですね、まさしく。ほら、蜂蜜二郎でしょ蜂蜜二郎。このね、ブタイガーが欲しくて、ファーストカラー、もうこれファーストカラーはね、手に入れたから、もう私はもう舞台が買うことはないかな、もしかしたらな。これ一番最初に出たやつ。これ本当に、おかげさまで、定価でぐらいで買えたんでね、よかったなと。ありがとうございます。ありがとうございます。これ本当に、売れピー、マンモス売れピー、売れピーピー。はい、ありがとうございます。これが本当に非常にね、ありがたい。ありがたい。もうこれを持って、もう一番最初のお財持てば、もう私はもう言うことはない。で、本日作りましたこれ、バルタン星人ゼットン、骸骨、まあ、ガルタンという、ゾルメンっていうところが出している、体がアントラーで腕がチョキ、バルタン星人頭が骸骨っていうガルタンっていうね、ソフビが、もうこれも散々私はもうライブでも言ってほしいんですけど、買えない。もう私が知った頃には3万円台だけど、まだ高いなと思ったんだけど、今10万円ぐらいするようになった、そのガルタンっていう。でも私はゼットンの体の方が合うと思って、これを体にゼットンにしたガルトンっていうのを作りまして、プラスこれ面、頭取れまして、マスクこれも取れるんですよ。ほら、レッドキングの頭がついてるっていうね。これをね、私は本日完成、昨日から作り始めて完成させました。はい、なかなかいい仕上がりですよ、これ。これエアブラシ使ったんですよ、この頭のこういうところね。わかるかな、このね。わからんな、もう影でね。もうこうライブの人らの方がわかると思うけどね、色はね。で、レッドキングの頭はちょっとこっちに行っちゃったんで、その副産物として、ドクロ怪獣作りました。レッドキングの体に、骸骨。で、レッドキングってドクロ怪獣レッドキングって言うんですけど、だから中にこのちょっとこれ規制されてるんですよ、レッドキングはドクロだからドクロ怪獣ですね。そういう設定で、あのね、こう偽物パチ怪獣って言うんですけど、こう偽怪獣を作るのでね、そういう設定をね、考えながらね、やるのがね、面白い。だからドクロ怪獣やし、じゃあドクロにしてやるかということで、これドクロつけました。こんなことをやって遊んでおりました、この2日間ね。出し上げた後、やりたいことはもう一つ見つかりました。やるかちょっと分かりませんけど、次まだもう今回で味しめましたし、エアブラシの練習もちょっとしたいので、私またソフビを安いのを買ってきて、安いでこれ1983年のやつなんですけど、全然安いんですよ。
あの単品で言うと1体数百円で買えるやつを合体させてるんですけども、このガルタンっていうのはもともとその昔にそういうパッチ怪獣、偽物怪獣、とんでも怪獣みたいなんでガルタンっていうやつがいて、そのガルタンっていうのをゾルメンっていう人が作ってソフビにしていて、それが買えないからガルトンっていうのを俺が作ったっていう流れがあるんですけど、次はね完全にねオリジナルというか、まあ、オリジナルだけど、ね、元々のあのソフビで作ってるからあれなんですけど、キングジョーっていうんですよ。私ウルトラマンセブンで出てくるね怪獣なんかロボなんかね、キングジョーってやつがいるんですよ。あれキングジョーってね、ウルトラマンセブンの中では名前は出てないんで、名前ないんです。後からついたかな、多分キングジョーっていうね金ピカのねロボみたいなんですよ。合体ロボみたいなやつが。ねえ。うん。そのソフビが。とりあえず探してみて、うん、キングジョー好きな人多いと思うんですよ。キングジョーを探して、まあ、これぐらいのサイズだってことで一番いいんです。16センチ、7センチ、8センチぐらいで。2センチはないよね。ゴリラジョーっていうのを作りたいんですよ。ゴリラジョー。わけわからんでしょ。もうここまで来たらわけわからんでしょ。でも、ソフビを集めているとかソフビが好きな人いると、あ、ゴリラ行くんや、ベタやみたいな感じだと思うんですよ。ソフビ界ではゴリラ大人気なんですよ。だからゴリラジョーを作ろうと思ってますよ、ね、ゴリラ キングジョーの体をちょっとごっつくして、足とかもなんか違う、ガンダムとかの足つけて、ソフビとかってガンダムの足つけて、頭だけ、ちょっとヘルメットかぶったみたいな外あのゴリラの顔があれば、ちょっとゴリラジョーを作りたいなと。金ピカで、うん、できればキングジョーのボディに金やからさ、百式の腕と足とかつけて、頭だけゴリラとかね、俺こういう感じにしたいんだよな、ゴリラジョー。 でもう一個考えてるのは、ダブルゴモラって言って、ソフビ界で、基本的に人気のあるものが、さっきも言いましたゴリラ、そしてさらに人気なのが相当2つ頭ですね。だからゴモラの体に2つゴモラの頭つけるダブルゴモラをね、ちょっとこの2つをね、いつかちょっともしずっと分からないんですよ、ソフビを探してみて、ダブルゴモラと、ゴリラジョー次はやりたいかなと。だからこれがちょっといい感じにできたからさ、ちょっと調子乗っちゃってさ、俺もさ、うん、こんな感じで。ちょっとでもね、ソフビでガンダムがあるからな、うん、百式の腕とかついたらもう金同士で一枚いいけどね。百式のあるんかね、ゼータガンダムの時代でソフビありそうな気もするよね。あとサイズ感が合うかどうかなんですけど、ちょっとねそういう感じのものね、私はね次に作りたいと、うん、思っておる次第でございます。面白い、改造ソフビが面白い。このだけどね、ガルトン作ってる時にね、売ってくれって言ってる人来た人見たんですけどね、売らねっつんだよ、もうあた作れっつんだよ、作るのが楽しいんだよ、うん、ね、うん、ザクとストライク、ストライクガンダム、うん、ストライクガンダムはよく分からへんけどね、僕ね世代的にね、うん、そういう遊び、うん、いやガンダムのソフビ俺あると思うんだよね。大体ソフビあるでしょ。うん。なんかこういうね、ダブルゴモラはちょっと難しそうやな。体の自然に頭、ゴモラの体にゴモラの頭2つつけるってなると、でっかいゴモラ買ってきて、ちっちゃいゴムラの頭2つつけてもおかしいんですよ。だいたいね、ちゃんと体のあった頭に頭1つでもその頭がついてそうなぐらいの頭を2つつけないとバランスが悪いんでね、うん、これをねちょっとやりたいな。でも、ね、ダブルゴムラはちょっと私ゴムラダブルキングでもいいやで、エレキングでダブルキング、うん、
ダブルキングね、こんなんでもいいかな。今もだけどさ、クリスタルキングとかも作れるかもしれんね。トノサマキングも作れるかもしれんね。あのエレキングに改造したのね色ぐらいか。クリスタルキングやっても透明しなあかんな。透明だけど、まあ言ったら透明 の、 あのエレキング作ってあの売ってたらさ、それもクリスタルキングやもんな。トノサマキングやったらあの角をちょんまげにすればトノサマキングできるかな。うん、エレキングに着物着たしな。うん、おっさんは新しい遊びを見つけました。でもゲームやりたいのもあるんですよ。フォールアウト4今やってるんですけど、来月にはねゴッドボーラグナロクが出るからさ、絶対俺買おうかしやすいさ。まあでもソフビこの2日間でこんだけ遊べたから、休みの日の2日間の遊びっていうのもいいかもしれんね。うん、やな。ガンプラがあったよ。ガンプラも教師のね、あったね。プラレス三四郎とかもあったしね。うん、何やったっけ、プラも教師郎のあのフルアーマーガンダム、あのあれ俺好きやったよ。レッドアリー、レッドウォーリアーあったよね。プラも教師のレッドウォーリアーの赤のやつ、シンプルななんかガンダムみたいなやつね。あれかっこよかったよね。レッドウォーリアー、レッドウォーリアーよかったね。同世代の方は分かっていただけるかなと思いますけども、まあそんなこんなでね、17分ほども喋ってますので、そろそろライブの方に戻りたいなと思っております。ええもんできたわ。ええもんできた、もう最高や俺これ。俺これ持ってたらガルタンいらんかなと思うけど、やっぱガルタンと並べたい気もするよな。でもガルタンよりかっこいいと思うけどな俺のやつも。そういうちょっとニヤニヤして今日は酒を飲みたいなと思っております。というわけで皆様ありがとうございました。ライブの方はこれからまだ今から40分ほどまだ続けたいと思いますのでね。はい、というわけで動画の方々、週の2日目お疲れ様でございました。明日から私も働きますので一緒に頑張りましょう。というわけでありがとうございました。